皆さんこんにちは、フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。はい、始まったんですけど、ちょっと文句が1個ありまして、なぜ半年も空いたのかと。もう私はこの番組は終わってしまったんじゃないかとファンの方にも言われ、周りのスタッフさんにもなぜか言われ、私も知らないよ、連絡来ないからって言って困ってたんですけど、今回無事に久しぶりにできることが決まって本当にホッとしました。 F ちゃん TV 復活ということで、これから番組は続くんですよね。だそうです。もうホッとして、皆さん F ちゃん TV 帰ってきましたので、ここからまた見ていただければなと思います。はい、さあワールドカップも終わりまして、早速新生日本代表が始動したのと同じく、私たち F ちゃん TV も気持ちを新たにね、ちょっと持ち直して、今後さらにパワーアップを期待していただけるように、応えていただけるように頑張っていきたいと思うので、引き続きよろしくお願いします。それでは F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV、お待たせしました。さあここからはゲストの方とともにお送りしていきます。今回のゲストは元サッカー日本代表で、現在は FC 東京クラブコミュニケーター、そしてさらには日本サッカー協会の委員を務めるなど幅広くご活躍されている石川直弘さんです。はい、こんにちは、石川直弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、石川さんなんですけど、そのクラブコミュニケーターっていうのはどのようなものなんでしょうか。はい、よく聞かれます。そうですね、はい、まあ経緯としては、はい、昨年までプレーをしていて、はい、まあ、現場しか知らなかったので、はい、まあ、クラブにはたくさん支えてくださる方々がいるので、はい、まあ、クラブ内部と、うんうん、あとはスポンサーさんだったり、はい、行政だったりとか、うん、まあ、外部の方たちをこうつなぐような役割をしたいなと思って、まあ、まずはクラブの中を知るっていうことを、うんうんうん、今はやってますね。コミュニケーター。コミュニケーター。噛まなかったですね。はい、噛まなかった。よく噛むんで、はい、コミュニケーター、さまざまな本当に活躍をされている石川さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ります。頑張りましょう。はい、さあ皆さんもうお分かりでしょうか。ここいつものスタジオとは違く、本日はですね、東京都調布市にあります J ソサイチフットボールパーク調布さんに来ています。飛び出しました。はい、やっぱりフットボールチャンネル F ちゃん TV はですね、サッカー番組なので実際にサッカーをやってみようということで、前回の好評に引き続き今回で2回目のフットサル企画になります。いい天気ですね今日ね。そうですね、ちょっと私たちが外に出始めたら雨が降るという、もうちょっともう完全雨男は雨女なんで、もうしょうがないです、ここは。そうです、乗り切りましょう、はい、気合で、はい、気持ちで、はい、はい、よろしくお願いします。さあそして今回はですね、特別企画ということで、元サッカー日本代表の方に教われれば、私みたいな初心者でも短時間で上手くなることができる説を検証してみたいと思います。はい、不安です、経験ないです、ほぼ。まあ、逆に伸びしろあるんじゃないですかね。優しい、はい、僕も不安なんですけど。いや、まあでも楽しくね。はい、楽しく上達していく、短い時間でも、はいはい、そういうメニューを作って、はい、チャレンジしたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、頑張ります。やる気はもういっぱいありますので、私ごときの、ね、初心者が石川さんにサッカーを直接教えていただけるなんて、もう本当にね、周りのサッカーのファンの皆さんにボコボコにされるんじゃないかと不安ですけど、私もちょっと一生懸命頑張りたいと思いますので、はい、何卒よろしくお願いします、はい、こちらこそ。はい、現役時代の石川さんはですね、サイドからの高速ドリブル突破と、そこから中に切り込んでの強烈なシュートを持つ日本屈指のストライカーでしたので、学ぶことは本当に山ほどあると思います。その中でですね、今回はパス、ドリブル、フリーキック、リフティングの4つの項目に絞って、石川さんにみっちりと教わりたいと思います。はい、結構ありますね。そうなんですよ、結構ありますね。まあ、初心者、はい、一つ一つやりながらというか、はい、まあ技術もそうなんですけど、はい、ピッチあるじゃないですか、はい、いろんなその立ち位置で、まあ、みんなその試合でもプレーするので、はい、あ、こういう目線なのかとか、うんうんうん、その技術だけじゃないところも
なんか感じてもらえたらなと思うので、はいはい、いろんな角度だったりいろんなチャレンジをして、はい、上達してもらえればなと思います、はいはい、頑張ります。そしてですね、実際に私が練習した後、石川さんには今日の私の出来を最後に評価していただこうと思います。はい、はい、では本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、さあまずはパスです。サッカーの試合で一番使われるのがパスなんです。 FC バルシェロナはですね、1試合でパスがなんと1000本を超えることもあるんですね。先ほど説明した4つの項目ごとで、最初に石川さんにお手本を見せていただきます。それを参考に私が実践し、その都度石川さんに細かいテクニックなどを指導してもらうような形でやっていきたいと思います。では早速石川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはパスからいきたいと思います、はい、お願いします。で、まあ、大体距離的には、まあ、5メーターあるかないかぐらいです、はい、で、まあ、ほんと簡単にインサイド、インサイド、インサイドで、まあ、止めて蹴る、まあ、これをちょっと一度やってもらっていいですか。はい、どんな感じか、もう全然変にうまくやろうとしないで、全然自然に、はい、お願いします、はい、お、いい強さですね。うん。そのまま続けててください。おほ。うん。強さはいいですね。でも多分これ右足今いい感じで、はい、ちょっと左もやってもらいたいなと思って。いきます。はい。うん、なるほどね。左、うん、左はもうだっても上半身が上手に使えません。なるほど、どうやってたんだろう。